晩年のミヒャエル・トーネットミヒャエル・トーネットは、ドイツとオーストリアの家具デザイナー、実業家である。曲げ技術の発明者、トーネット社の創業者として、広く知られる。トーネットは、ボッパルトで、ナメシ川業を営んでいたフランツ・アントン・トーネットの、息子として生まれた。縦具職人のもとで修行した後、1819年に、家具職人として独立し工房を構えた。 1830年代に入ると薄い木板同士を接着した積層材を曲げることで家具を作り出そうと試みる。最初の天気は1836年に発表されたボーパートチェアであった。木を蒸して柔らかくしてから曲げる曲げ木の技法を発明し、これを工場で大量生産した。代表的な椅子は14でこれは19世紀に約5000万客が生産された。 息子のアウグストーネットのデザインしたナンバー209あるコルビュージェが愛用したことで知られ、別名コルビュージェチェアとも呼ばれる。214として知られているコンサムスツール。ありがとうございます。